今日も外から帰ってきました。今日のロンドンは寒くてですね、朝道路を見てみたら草に霜が降りていました。今11月の下旬なんですけど、11月下旬でも朝霜が降りてるぐらい寒いんだなと思って、これからどれぐらい寒くなるのかなって少し不安です。今日はですね、知り合いのイギリス人の現地の方とですね、会って少し会話をさせてもらいました。やっぱり現地の人と喋ってると伝えたいはずの単語が出てこなかったり、あとは自分の伝えたいコンテンツがなくて伝えられなかったりというフラストレーションに直面しました。母国語じゃない外国の言葉を喋ると直面することだと思うんですけど、学生時代に比べたらそのフラストレーションまだ小さかったんですけど、いずれ自由に自分の思ってることと英語がダイレクトにつながってくればいいなと思ってます。で、あとはですね、新しい家の内覧を今日は2軒行ってきまして、家の内覧については覚えてる限りまた別の動画でお伝えしようかなと思うんですが、結構今日は遠いところまで行ったので、ちょっと疲れました。今日行ったところは治安もすごく良くて、2軒とも割といいなと思える家だったんですけども、どうしても100%自分の思いにマッチする家ではなかったので、もう数軒巡ってみてどこに妥協点を持ってくるか考えようかなと思っております。でも最初の頃よりかはやっと住めるなと思える家に出会えるようになってきたので、ちょっと進歩したかなと思いますけど、ロンドンの家探しっていうのは難しいなというふうに感じました。本当に他人同士が当たり前のように同じ家のスペースに住むんですけども、ロンドンで家探しをしてて思ったんですけど、まだ東京の方が人が住むにはスペースがあるのかなと思って、ロンドンは本当に小さいエリアにすごくぎっしり人が詰まっているんだなっていうふうに思いました。もちろん一人暮らししてる単身者の方っていうのはいらっしゃると思うんですけど、同じ家に複数人で住むっていうのが当たり前っていう文化があるロンドンは本当に人が多いんだなっていうふうに思いました。では今日はこの辺で終わりにして、また明日も内覧があるので明日に備えたいと思います。これから昨日買ってきたカレーライスを食べようと思います。